それでは続いての喧嘩エピソードこちら。英会話で悪口。一個のレベルがね。そんな人いた？はい、私ですね。大沼さん。これは中学生ぐらいの時にやっぱり上と妹って年が離れてるので仲がいいんですよ。そう。で真ん中だけなんかすごい一匹狼というか。狼じゃん。めっちゃ分かる。でなんか姉と妹が本当頭がいいのでなんか私が苦手な英語で同じ部屋で会話し始めて。うわ。で明らかになんか明けほーって入ってるんですよ。でめっちゃなんか私をバカにした感じの顔でやだ、ね、めちゃくちゃ私のこと言ってるんですよ。で本当やめてよって言っても永遠と2人で言ってて、すごいこれが喧嘩だって思いました。それやだね。それってそんな喋れんだね。ペロペロ留学とかしてたの。よほど頭いいんだね。すごい。ちなみに大沼三姉妹の喧嘩はいつもかなり壮絶だったようで、言葉よりもそういうなんだろう、力技になってくるじゃないですか。だんだん手が出る、結局なってきて、で私よりも妹とかお姉ちゃんすごい身長が170とか高かったので。そうそう、だって姉ちゃん170センチあって漁師さんでしょ。そうなんです。だからとても近距離戦じゃ勝てなかったんですよ。近距離戦距離取りたいね。吹っ飛ばされちゃうとかすごい負けてばっかだったんですけど、すごい考えてどうやったら勝てるかを。そしたら飛び蹴りだと思って、飛び蹴りで一回やってみたらもうどんどん勝てるようになって。その場合の勝ちって何なんですか。相手が動けなくなったら勝ちなんです。一緒か、ほぼ K-1 とかと一緒か。そうだね、ルールは K-1 と一緒なのかな。だから飛び蹴りめっちゃ得意です。なんだろう、大沼のエピソードだけ真ん中っことか関係ないよね。ただただ激しいっていうね。